すごい、五右衛門風呂。すごいですね。いい湯加減。いい湯加減ですか。いい湯加減。今ちょうどいい。でもちょっと後で入るんで、はい、もっと熱々にして、なるほどなるほど。後にちょうどいいかなぐらい。めっちゃ抜けつったんですか。そうなんですよ。サイズはどんくらいですか。サイズ30センチぐらいです。あ、全然いいじゃないですか。うん、いやいや、この時期に釣れること自体すごいもん。取りがち。山下健次郎の釣りベース。ちょっと触っていいですか。あ、めっちゃいい、気持ちいい。めっちゃいい、すごい。仙人が。仙人が両方に。横仙人が。もうそっからもう100年と動いてないまだ。さあ、たつさんはテント。テントやってます。いいね。で、こっちではおでんをね、制作中ということで。美味しそう。火つきました。どうですか。はい、もうちょっとですね。もうちょっとですか。はい。たつさんできんの。なんかどうやってこれ立つんだろうなと思って、もうなんか球状になってる。あ、これを外す感じですか。これ硬いっすね。そうですね。よし。そして、あ、これね、てかでかいね、結構。あら、思ったよりね、立派なテントで。でもこのまま寝るとめちゃめちゃ背中痛い。痛いって、痛いし寒いと思います、これだけだと。痛いし寒いし、これは寒いよ。今日ここで誰が出るかじゃんけんします。そうしましょう。そうしましょう。色によって刺す場所が。あ、ごめんなさい。わざと、ほら。もう、トモさんでいいんですか。もう、多分これまた違うっすよね。あ、ヒーローアップ。あ、これか、ここか。いや、ちゃうな、どこに入れんや。あ、これか。あった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 。完璧。入れますね。あ、でもでかー、でかっ、めっちゃいいじゃん。相撲できます。相撲姫。すごいこれ。いいでしょ。いいっすね。風が来ないから。しかも風来ないからあったかい。この中に寝る。そうです。またマットを敷いて、うん、あといつもあの座ってる椅子になって、実はあれベッドで、そうあれ置いて。中にもう一個テントがあるわけじゃないですか。あ、もう一個ある。あ、もう一個もある。昔遠征行って、野宿して釣りしてたんですよ。あ、これで、これで。すげえ。じゃあ、ペグ打ちますか。打ちますから。えい。ペグ打ちますか。ペグ打ちますか。いきは、これいきは。DIY します。せーの。せーの。応援します。応援します。できることないんで、応援します。ん？あ、まだハンマーあったんですね、他にも。あ、これすっごい抜ける。押さえてました。あのね、すっごいパンパンに張ってるから。ああ、もう疲れちゃうんですね。パンパンやな。パンパンやな。パンパン。よいしょ。オッケー。ナイス。シェイ。投げれば。完成。いや、まだ室内の方が。あ、室内の方が。そうです。これから室内で。室内をやりましょう。中やりますか。はい。じゃん。広。めちゃくちゃ広い。広いっすね。ね。これが中だったような気もせんこともないんだが。はい。こうだ。こうだ。これ
それがそこやから。でも入り口がここです。じゃあ、カレー周り、時計回りだ、こうだ、はいはい、それで、そんな引っ張らんといかない。え、全然届かないですね。テントをじゃあ立てる感じですか、縦に届かない。あ、でもペグ打っちゃってるわ。もう半周なんじゃないですか。もう半周、うん、赤、そっちの赤、はい、もう半赤でどうですか。赤で、あっちもあるか。あ、そっか、縦にしないといけないわけです。じゃあ、ペグ抜こう。片方だけ抜きましょう。伸びてるよ。片方ペグ抜きましょう。じゃあ、はい、じゃあ、中に入って、中から指示ちょうだい。中、おお、いた、おっしゃい、じゃあもうペグ設置しちゃっていいですか。はい、はい、よしよし、やったやった。ほら、どう、いい感じ。おお、すげえ、めっちゃいい感じ。うまそう。じゃあ、じゃあ、ほら、ナイスすごいすごい。でもこれ一人やったら絶対無理やね。できないですね。これはきついかも。で、見ますか。見たい。あれはでも、アウトドアをやってきた人しか受け入れられないおでんとなっております。炭、はい、がいっぱい入ってます。最高最高。やっぱキャンプってそうですよね。炭、はい、ぐらいですね。炭がいっぱい浮いてるんですけど、はい、まあ、ご愛嬌ということで炭、はい、ぐらいやるの、はい、じゃあ具材入れていきます。皆さん、これはいいところですよ。みんなで入れましょう。大根入れていいですか。ちなみにこの大根、はい、うちの畑から採れた大根です。あ、美味しそう、はい、ほら、立派な、すごくないこれ。美味しそう。僕はこれ牛すじですかね。うまそう。牛すじ入れます。豪華やな。すごい。じゃあ大根入れていいですか。大根入れます。よいしょ。こんにゃく、よいしょ。はい、とこれちくわですね。ちくわもドバッと。はい。はい、手羽元に、厚揚げに、はい、これは白滝です。はい、いきます。よいしょ。よいしょ。卵もいきます。よいしょ。おでんや。おでんですね。おでんや。ね、まだまだ入りそう。うまそう。100人前のおでんやな。よし。うまそう。明日じゃあ船のおでん。あ、だったらタッパー入れていいっすね。お弁当やりました。名付けておでんとあ、で、実はキム君が今準備してるから、ちょっとあっちも行きますか。じゃあ準備してんだ。向こう行きましょう。もう熱々です。あ、いいですよ。あ、皆さん、風呂の中を覗いてください。カメラさんたち熱っ。これ入ったら赤も。いい感じ。これ多分ご飯食った後ちょうどよくなってます。なるほどね。はい、こっちの中は、こちらの中はただのお湯です。お湯。なんでかというと、ああ、熱感も入れて、ポイント。ああ、もう最高じゃないですか。えいやー。あ、いいですね。そのためのお湯です。えいやーまるまるやったっけ。まるあとはいろいろな完成を待つのみですね。はい、そうですね。待ちましょう。美味しいご飯にいただきましょうか。はい。やけどする、普通に。あっつ、あ、めちゃくちゃ熱いっすよ。だからこれ、ご飯食べた後に入るとちょうどいいって言ってた。はい、やっちゃー。もやっぱ煙突ができると、すごい火力強くなるんですよね。
この抜けるから。抜けて。そうそうそう。釣り横が言ってた。YouTube で見たんですか。でもコメントはそれじゃ煙突効果は得られないっていう。そうなんですか。はい、でも実証してみてましたからね。これ本当2日目3日目うまいですよね。ね今日より、ね、今日より明日、明日より明後日。うんうん、しかも先端だけ今日食べんで明日食べる。なんで？食べさせよ。明日余った分もみんなで食べる。オープン。オープン。あ、いい感じいい感じ。もうちょいだ。もうちょい。何今の？もうちょい。何今の？もうちょい。もうちょい。もうちょい。はたくん考案。何？まだお楽しみですよ。お楽しみなんでしょう。あれ美味しそうした。めっちゃ。DIY しに来てくださいよ。あ、したいですよ、うん、楽しそう。また3日ぐらい撮ってもらって、ね、1日は DIY。 あ、それ最高、やりたい。で、なんか完成したものでまたバーベキューみたいな。あ、いいっすね。なんか煙突、なんか、うん、こう作ったら、うん、あの、なんとか焼けるようにならんとすかね、ここで。あー、やっぱりつけてね。あ、なんね、改造して、なん釜みたいな、こういうやつね、うん、こういう。それもでも作れるよ、一から、ね、作り方書いてあった。ピザ作ってほしいですね。ピザいいね。ピザ窯ね。ピザ窯ね。キャッカで。キャッカ。うーん、じゃあ。カメムシついてる右肩に。勝ってんの。手乗り。手乗り。ピンして、ピンして。失敗してます。ああ、失敗しすぎでしたよ。ウォーライさん、こんな寒いの安定の服装ですね。やっぱり寒いっすか。寒いっすね。どこが寒いんだろう。こだまさんとか超着込んでるの。アウターにアウター着てます。若干風邪ひきそうなんじゃない。あ、本当に寒い。マジですか。T シャツじゃん。秋田の人ですか。僕なんかダウンですよ。秋田の人ですか。あ、本当だ、ダウンだ。え、秋田の人なんで、なんで秋田の人ですか。秋田の人はあの全然寒くないってずっと言ってたんで。俺秋田生まれだから。そのくせ冬になったらみんなよりめっちゃ厚着しとるもん。ダウンまで来て。差が激しい。まあ一番働いてるから暖かいのかな。あ、いや、日の前に行くからですね。結構まずいのか。あ、本当だ。あ、でも周りをもう、あ、もう周り焦げてるね。うん、もうこれ完成だね。はい、完成、うん。ご飯完成。イエーイ。イエーイ。何ご飯ですか。鶏肉丸ごと炊き込みご飯です。美味しそう。はたくん考案の、はい、なんかレシピ見ました。あ、はい、すげえ。朝からずっと考えてくれてました。はい、昨日からか。あ、お、お、これ作ったやつじゃないですか。じゃあ行きます。炊き出し。あれだし。炊き出し。炊き出し。やった。炊き出し。こんな感じ。はい、はい、こんな感じで出来上がってます。素晴らしい。さあ、そう。お肉ほぐせるならほぐして。なるほどね。これをほぐす。はい。わ、すげえ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 。うまそう。やるんだ。なんかやな。何これ。ちょっと待てよ。これせっかく作ったけど絶対こっちがいいよ。ほぐすの。皮がでもあれかもしれない。あれを作った。ほぐせんぐ。ほぐしングします。うわ、うまっそう。肉のいい匂いが。うわ、めっちゃほぐせてる。おー、よかった。うわ、このしゃもじめっちゃほぐせる。誰が作る。あ、俺か。いきますよ。ついでいきますね。美味しそう、この茶色いご飯。これうまいでしょうね、なんか、ね、これは絶対味付けは。味付けは、ほんと炊き込みご飯の味付けに、はい、おでんの素。おでんの素。あ、最高。じゃあ、もう普通の食事の。はい、健次郎くんからどうぞ。あら、いいですか。すごい、これ。そう、こんな感じ。激アツ。ここでほぐすんだ。これめっちゃ、めっちゃいい匂いする。あ、よかったです。すんげえ匂いする。わー、うまい。うまそう、これ。うまそう、これ。美味しそうですよ。入ってるの全部入れたら人数分やろ。はい、見てください、この瞬間。自分が使ったのがやりやすいと言いつつ、それを貸してと言ったりとか。あたか。あ、そこ、あ、ラッカー。そうです、そうです。使い方も違う。シャラシカー。シャラシカー。シャラシカー。あら、シカシカー。あらかいこう。シャラシカー。シャラシカー。いや、あらかは、あらかはどっちかというと、やばい。いや、あの、若者言葉ですね。若者佐賀弁。プラスな、プラスな意味ですか。すっげーみたいな。じゃなくて、どっちにも行きます。やべーみたいな。マジやべーみたいな。マイナスでもプラスでも使える。はい、なるほど、ね、それは多分僕と徳ちゃんが高校生ぐらいの時に流行り出した言葉。あ、ね、あ、ね、あらか、
昔の人ごいやらかとかごいやらかごいバラやらかやらかおでんです。すごいわこれ。じゃあ釣岡の畑で作った大根、まあとりあえず3種類ずつぐらい持ってっちゃいますよ。はい、うまそうやな、うん、美味しそう。両手にこりゃ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 旬丼ですかね。卵牛筋、はい、うん、あの、はいはい、手羽元、うん、絶対うまいやろうな。ちょっと卵くれや。あ、手羽元。お手が、徳ちゃんが言ったの一個も入れてない。Thank you。卵が欲しかった。欲しい。はいはいはい、これ卵？金の卵。本当、卵ください。牛筋くん。うん。だだだだだ、やったー。はい、卵食べたい人。牛筋これ。牛筋なんか肉の配…あ、それとりあえずこれ食べます。 Thank you! あったごめんごめん。じゃあ向こうに行こうかね。向こうみんな行ってていいっすよ。完成しました。じゃあ見ていきますよ、はい、いいですか、はい、これ畑くんが考案したチキン丸ごと炊き込みご飯です。これめっちゃ美味しそう。器は、僕らが作りました、はい、あの皆さんが釣りに行ってる間に作ったやつです、はい、そしてこれおでんです。おでんも、かまどができたらいつかこれやりたいって言ってて、うん、ようやく夢が叶っておでんできました、はい、それではいただきますか。いただきましょう。あ、ごめんなさい、あとバーベキューの準備もしてるんで、ね、お肉1キロ買っております。おーい、ナイスバーベ、ナイスバーベ、ナイスバーベ。では皆さん、お箸のおかげで作りました。わー、すごい。手を合わせてください。いただきます。いただきます。おでんはあったかいうちに。まずはだし、汁、はい、俺ご飯。うまっ、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 おでんいい感じ。ご飯、ご飯もめっちゃうまい。このご飯めっちゃ美味しい。ご飯うまい、ご飯うまい。やばこれ、うまっ。チキンの味出てる。うまっ、うん、ご飯美味しい。うまっ、これ超美味しい。めっちゃうまい。普通に家で作りたいこれ、うん、あ、うまっ、うまい。おでん熱い。畑くん後でレシピ教えてもらっていいですか。適当に醤油入れたね。なんでだ、うん、うまっ、うまい、うまっ。あ、畑の大根ですよ。あ、美味しいこれ、うん、大根美味しい。大根やった。うまっ、畑の大根美味しい。やった、巨大チキンゲット。うん、うまっ。家キャンプ面白いですね。いいだろ。いいですね。流行るぞこれ。うん、流行るこれ。流行る。ですね。熱感入っております。熱感が。熱感を。よし。あら、すごい。ほら、風情がありますね。わ、すごい。めっちゃいい。ああ、それいいね。沈むんだちゃんと。沈みます。衝撃的なことを言ってるかな。エビどうしよう。エビエビ忘れた。今度は釣りおかめしでふりかけ作ろう、うん、そうだね。ちょけてた。完全に置いてあら、キムくんこれ何ですか。これ熱かねです。いや、飲まなくていいんですか。飲みます。おじゃ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  おチョコも、はい、いただきます。でもさ、キムキム大根めっちゃ美味しかった。こら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 、酒酒酒酒酒酒酒あ、ちゃんと注ぎ口がちゃんとついてる。そうだ、あ、これめっちゃこぼれよ。こぼれるんかい。あっちいい。頑張って注ぎ口。いや、乾杯しましょうよ。おおどどどど、注ぎ口。乾杯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 。いいっすね。うまいっすか。うん、おいしい。これも、おいしい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 。いい、なんかこのまた竹のね、おチョコで飲むのがね、いい。もうちょ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 、飲めるやつ。あちゃ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 、めっちゃくちゃ。うまか。全然おいしくない。こら、頑張った、バカやろ、バカやろ。めっちゃ頑張った。あ、でもこれがいい人には最高なんだろうね。ああ、これすんごい美味しい。最高です、はい、最高です。最高です、これは。よかった。もう飲みたくない。これからクイッと。え、でこれ飲みやすくないですか、この日本酒。すごい。もらっていいですか。竹の香りとかも。超飲みやすいですよ、これ。うん。竹のね、おチョコがまたいい感じなんですよね。うん、いい感じ。本当にいい感じ。
美味しい。美味しい。たっちゃんおチョコ。ありがとう。大きい大きい。大きい大きい。美味しい。飲みやすい。冬の熱燗は最高ですね。最高。